やみんな、こんにちは、こんばんは、ただいま。声が出ない。兄さんはね、叫びすぎて声が出ない。やばい、みんな助けてくれ。よし、今日はね、今日からマジコイプラスの学校とお出かけを、やっていこうかと思います。で、お出かけの方が、まあ、最強、これは言える。お出かけの方が最強で、学校はそこまで最強じゃないんだけど、まあ、学校もやります。で、そうだね、1日ずつゆっくりやっていこうじゃないか。じゃあまず学校。よし、今日マリカからね、溜まってる人からやっていく。マリカから。やっとお昼休みになりましたね。今日はお昼ご飯をご一緒したく、腕によりをかけてお弁当を用意してきました。久々だな。ぜひお食べになってください。人目もはばからず堂々と食べるよ、そりゃ。そしてお弁当の次に食べるのは、わたくし。公開プレイは一緒にランチをいたしましょう。公開はきつい。おお、いいねいいね、このパキンっていうのが気持ちいいね。どうしようかな。このね、お出かけはね、違う、学校はね、俺の好きな選択肢をどんどん選んでいく。そうだな、逃げるはまずないね。お、これいいんじゃない？一緒に食べるけど、それは大前提として、それより放課後付き合ってよっていうね。放課後にですか？そうだよ、こんなとこじゃ食べらんねえからな。そんなお誘いをしていただけるなんて感激ですわ。では放課後はぜひ私の家まで。強制的じゃねえかよ。嘘？お、来た来た来た。ようこそ私の部屋へ。行けた。何をいたしましょう。何って、それ決まってんだろ。なぜ教科書とノートをお開きになってる？バカ野郎、俺。お勉強会ですか？その展開は予想外でしたわ。そんなつもりじゃないのに。確かにそろそろテスト対策をしなければいけない時期ですが、でも部屋で二人きり勉強会というのもシチュエーションとしては悪くありませんね。まあ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 。わかりました。まあね。ぶっちゃけテスト対策などサラサラするのはでしたけど。さっくり。今日一日あなたが先生になってくださるのであれば。ああ、いいね。先生か、俺が先生か。なんかどっかのなんかエロ小説みたいな思い出しちゃったよ。保健体育実施。そのつもりだ。決まりですね。じゃあ頑張ってお勉強します。いや、こんな JK いたらもう先生やってらんねえよ俺。ふう、ちょっと疲れました。よっしゃ、じゃあベッド行くか。息抜きに先生に出題してもいいですか？なに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 、どうしようかな。どんと来い。さすが先生、頼もしいですわ。それでは第1問。さあ来い。狭い湾内にできた湾内、複雑な地形の海岸のことを何と言いますか？あ、わかった。リマス式なんとかだ。リマス式じゃねえ。リアス式。ゴメス式。高床式って違うのだよ。あれだろ、高床式ってあの倉庫みたいなやつだろ。ネズミ返しみたいな。これガチに答える？どうしよう。でも俺リマス式っつったから多分これ選んじゃいけないんだよな。ゴメス式にしよっか。惜しいですわ。あっちゃー。リマス式海岸というらしいです。あっちゃー、かっこ棒。先生でも間違えるくらい難しい問題だったのですね。めちゃくちゃ難しかったよ。では次は歴史の問題です。歴史かー。源氏物語の作者、紫式部は何時代の人でしょう？ガチでわかんねえ。ちょっと待って。学生時代。バカ野郎。少年時代にしとけよ。平安時代なんだろうな、これな。うん、おそらく平安時代だな。うわー、一問ぐらい正解したいけどな。どんな時でもユーモアを忘れない。そうだよ、さすが先生。実況者だよ俺は。余裕ですわね。余裕だよ。あ、一応本当の正解は平安時代でした。よかった、当てた。そろそろ勉強に戻れ。いや、あのヒヤヒヤしてからよ。次は数学ですか。私数字を見ると眠くなってしまうんですが。わかる。字も国語も苦手だった俺は。居眠りしないよう頑張ります。あ、終わりか。でもマリカのうち、あ、まだあるよ。寝てるよ。くんひろチャンスだ、いけ。今こそ男になるべきだ。
これはやっちまうぜ俺。やっちゃう。なんだよ、学校じゃねえじゃん、マリカのおじじゃん。え、ちょっと待って、予想外に良かったんだけど。多分1年前の俺はあんなユーマーのある答えを選んでなかったと思う。普通に無難な、超無難な選択肢を選んでたかもしれない。でもさ、もしかしたら正解してたらさ、ね、マリカからご褒美のさ、キスとかさ、ご褒美のさ、ピーとかさ、なんかあったかもしんねえじゃん。実施できたかもしんねえじゃん。いや、その辺はね、今気になるけどね。気になるよ、その辺は。でも今日はここまで。お預けというやつですね。次は、みんな大好き、お出かけ。これはね、これはね、俺の選択肢本当にね、ガチでいくからね。ガチでいくから俺。ということで、次回もよろしく。ちょっと俺の声が出なくて、すげえ違和感がある。自分的にね。多分みんなは普通なんだろうけどね、今。でもなんか俺の中ですげえ違和感がある。鼻詰まってるし、耳も詰まってるし、なんか兄様で叫びすぎて声出ねえし、なんかよくわかんねえもん。今現実なのか、まあいいや。とりあえず次回もよろしく、バイバイ。